目標は11が終わるまでに身も足りになること。ほんほん。ジェットのでのデュオおすすめムーブ。あー、ジェットでのデュオおすすめムーブね。なるほど。さて、見ていきましょうか。デュオちなみに誰？キルジョイです。キルジョイ、オッケー。ジェットのデュオでのムーブのおすすめは、あと、あれやね。あの、ブリーチジェットがマジで強い。うまい、ムーブ、ナイスムーブ。走った方がいい、走った方がいい、めっちゃ走った方がいい。バックサイド。今さ、スモーク何使った？ブラワン。俺スモークがあるとめっちゃ強いんやな。なんかさ、スモークがあるところにスモーク立てせない？さっきもなんかシャッターあったけど、これさ、めっちゃ怖いじゃん。こういう時にバックサイトに対してジェットのワンウェイスモーク立ててめっちゃ強いんやね。ブラワンで、スモークの使い方でもなんかスモーク結構使うようになったな。量、スモーク使う量。待って、目で隠せ終わった。今は目で隠さなくてもいい。どっちにしろバレてるから。おーおー、いいね。意味は。うまい。いや、うまい、今のムーブ。あ、やばい、外した。外したって。今のこれ何がうまいっていうと、リコンに対して、これショーティー持ってるって気づいたから、プッシュしないで後ろ引きながら勝負してんじゃん。これめっちゃうまい。100点満点だね。あ、やばい、外した。外したって。やばい、うまい。これマジでいい。ナイスムーブ。今のスモークもいらん。もっとうまくスモーク使える。スモークの使い方はもっとうまくなってもいい。これマジやらかしい。結構危ない。使える。バレてるバレてる。ナイス。A 面オブ取ってる。チェンバー。これ入った。オッケー。何個これ？なんかスモークを足すね、重ねるね結構。あ、ごめん。おお。重ねてもいいんだけど、むずい。スモークがね、割とね、もったいないなシチュエーション多いな、マジで。まあでも、今のところ悪くないよ。なんか、コーチに言えばそういうところがそこまでない。プレイが割とマジで合理的になってる、相当。遊びたいのか、相手になる。あ、映った。お前。うわぁ、うわぁ、もったいねえなー。これ今壊せなかった、映る前に。正直、相手のあのリコン壊せなかった時点で終わった。あ、いいする。めっちゃいい。あー、もったいねー。いや、これむずいな。ここコーチングしたいな、どうにか。これ、味方がマーケット見てる間に自分がいいポジション取んなきゃダメだね。これ、チェンバーが外した後に顔を出すっていう動きも悪くないんだけど、これ、外した後に動くっていう。めっちゃいいんだけど、これ、今のところね、今のところこの状況だけ見るとすごい不利なんだよね、こっちが。B 中でプラントしてるのに対して B メインに2いるから。あ、そう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 。だから、スモーク焚いてあるから、もうスモーク出るところを見といて、このまま覗いた方が良かったね、がっつり。不利だったから状況が。その勝負しなきゃいけない状況だった。これ、めっちゃ勝負しなきゃいけない状況だったね。ナイスそれ。で、勝負するプラスアルファ、これ相手のチェンバー絶対にガチデフューズしない。100% ガチデフューズしない状況に、味方のカバーがもらえなくて、これ、アッパーから見られるから絶対にデフューズしないの。ってなったら、マーケットのジェットめっちゃ見せてもよかった。ここは駆け引きの部分だね。うまいからね、割とね、無理やりになってるけど、コーチングの部分が。で、マジ自信持ってほしい。めっちゃ上手くなってる。ウッド使います。欲しい。やばい、これがマシ。これでもう相手のソバウルト来るのほぼ確定してる。あ、これ相手ソバウルト返せないんだ。ナイス。ほら、スモークがマジで量が多い。これ、このエントリーまでめっちゃよかった。これ勝負していい、ジェットに対して。これ勝負した方がいいの、なんでかっていうと、アングルが2つあるんよ。これ、ジェットのアングルとキルジョイのアングルがあるから、これ勝負しないのがめっちゃもったいない。ほら、これキル取れなかったのめっちゃもったいない。だからここはまず勝負していいポジションだよね。まず1個。これは勝負していい、絶対。アングルを増やすのがすごい今強かったから、それを生かさないのがもったいなかった。聞こえなかったか。近寄る。まあ、このスモークは悪くない。俺、このヘブンスモークは悪くないと思うわ。
ナイスグレー。今味方の、あ、そば死んだ。うん、うわ、ナイス、ナイス、おーい、うわ、すんよ、最強やん、普通に。ナイス、おまわ、いやでも勝ちきれないんで理由絶対あると思うわ。絶対妹とか余裕できると思うけどな。歌あるから下がる、歌あるから下がるだって。いや、離婚ケアがね、やっぱ足りないね、圧倒的に。ワイパーない。自分見えないわ、今。ナイス、ナイス。ヘドンケア。まあ、これ、めっちゃもうフィードバックポイントだな。離婚壊さないの、まずバット。で、離婚壊す方法を教えると、まず、基本的に相手に相場がいるかいないかをめっちゃ気にした方がいい。で、離婚を使ってるか使ってないか。基本的に使ってる。で、リテイク、あんま、まだ来ないな、まだ来ないな、みたいなシチュエーションの時、絶対にそばの離婚を待ってる時がほとんど。だから、一番最初にやることは、そばの離婚を壊す。これを常に意識持っとくとめっちゃ楽。このシーン、もうこの時点でここに入ってるのめっちゃ怖い。バレてる。だからフラッシュくる。ヘドンケア。これマジで良くない。これもサイトの中にいてよかった。間に合っちゃうな、これ。わあ、やらせない、ソリー、最悪なの。いや、こういうラウンドのせいで勝ちきれないよ、マジで。エイムいいし、めちゃめちゃ連キルするから、マジで評価高いんだけど、マジで調子こいちゃうの、本当に良くない。この調子こいていいの、この調子こきムーブ、ランクどうでもいい人しかやっちゃいけない。これ死ななかったら自分ジェットだけで2秒は稼げた。うん、これ2秒は稼げたよ。俺、待って、釣りから来るの危ないかも。ブリブリブリ、スパイク落ちてんだわ。これスパイク絶対閉めちゃダメ。取れる？あ、これうまい、カバーすんのうまい、カバーすんのうまい。これ絶対中入れると思う。ムスカイト、ムスカイト。え、中はいないか、映画はか。で、こういう、あ、いや、引かない方がいい。こういう時なんで引かない方がいいかっていうと、相手がバイパーカーテンあります。で、バイパーカーテンある中引いちゃうと相手のそばあると食らいます。で、ゲーム負ける。相手がもうリテイク配置してる時は基本的に戦わないとしんどくなる状況だ。ナイス、なんか勝てそう、案外。痛い、ジャッジ。このラウンドの負け筋ってまず、引いたところをソーバーウルトで殺され、で、この時点でバイパーがウルト溜まっちゃったから、バイパーウルトサイトの中で使えて、これが負け筋だった。で、その負け筋を完璧にケアできてなかった。で、サイトの中で戦うべきだった、今のは。こういうのを意識できれば、多分、もう多分8-4ないし、9-3で折り返してた。A だ。あー、惜しいね、惜しいね、惜しいね。悪くない、今の。相手のサバリコンは下っけだな。これリロードしたらダメ。もう入ってない、これ入ってないか。ミッドダラも見てない。たぶんリロードのタイミングやばいわ。はい、こんばんは、ナイス。あと10秒、バタルキープしてるわ。まあまあまあ、ナイスラウンド。なんかね、弾を打つタイミングがすんげー良くない。めちゃめちゃ A サイトでちょうど入ってきそうみたいなタイミングでリロードしてるから、それがすげえもったいない。弾の無駄打ちが多いかもね、言ったら。ヒートロン、どっちですか。スカイタイヤ一人しか見えない。ワンチャンする、潰していっていい。ミッド出てるかも。やりたい、カバーもらえる。あー、うまいうまいうまい、これめっちゃいいよ。いない、ハイミスかい。おい、ナイス。今のこの判断マジでね、100点。今でアップドラフトして見えなくて B 落として、でも A 使いで、だから潰しに行こう。これマジでめっちゃいい、100点満点だね。バイクを捨てる。あ、ちょうどいい。今のタイミング壊されるのきつい。バイパールとマジ強いな。やばいやばいやばい。アッパー来る。点数をジャッジ。あ、ディフェンスできない、これ。え、ディフェンスできる。最後の一人だ。惜しい。おお、辛い辛い。
こういう時にまず何を考えるか、フラッシュ取り込む、フラッシュ取り込む考える。これフラッシュで来るんだよ、入る時絶対。でも B だった。これそれこそ、なんか A メイン1人だなーって思ったら、スカイ殺すために何をするかをめっちゃ考えなきゃいけない。だからオーメンパラノイアもらって、スカイの A メイン潰しに行くみたいな。そういう動きを常に考えなきゃいけないね。カムハイミット。そうそうそう。これ消し買うわ。え何も見ない。えナイス。一人だ。うまいうまい完璧。スパイクを設置。うわ、相手うまいな。マジごめん。そういうパラノイアブリンクみたいな、相手をどうやってじゃあ殺すみたいな策はマジで考えた方がいい。片付けたす。これでよし。キャンセル。おう。ガスいるぞ。なんかまあ惜しいじゃないけど、オペ出た。グレネード配置。いつもタイミング悪い。やばいやばい、俺死ぬ俺死ぬ。撃てない。視界を塞ぐ。そのスモークうまい。近くさあ行け。おお、ちょっと、いやエイムマジでいいな。スモーク。ああ、今スモーク惜しかったね。ちょっとエメイワン。ディフェンダー側に関しては結構噛み合いもあるから俺なんとも言えないんだけど、アタッカー側は超いっぱいあるの。ナイス。選択肢と相手のスキル回数が多いかと集中力ですかね。うん、あともう単純に結構前のコーチングで話したことがあるんだけど、最初のスキルを壊してからラウンドが始まるっていうのがあって、で全くそれと一緒で相手のリテイクもリコンを入れてから始まるんよ。それを意識した方が良かったね。おお、あ、びっくりした。はい。あ、そう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 、よく覚えてんじゃん。だから、リテイクの状況、相手がリテイクになったら、全く同じような状況になるって覚えておいた方がいい。相手のリテイクも、まずリコンとかで索敵するところから始まるゲームが。マジで。あ、動いてる。了解です。あ、ジージー。選択肢、そのブリンクした後のムーブ、その自分がアングルを広げて味方が打ち合ってたらまず絶対に一緒に打ち合う。そうすると2対1の打ち合いができるから、自分がブリンクした後に打ち合うっていうのはすごい意識した方がいい。特にアセントの A ヘブンとかは単純に相手のスキルがこういう風にあるからこういう風にラッシュしてくるみたいな。スカイのフラッシュのケアがすごくも下手だったじゃないけど、スカイのフラッシュに対するケアがマジでできなかったんよ。で、スカイのフラッシュに対するケアってどうやってするってなると、壁に体を隠しておく。フラッシュが後にピークする。俺それめっちゃやってると思うんだよね、ランクやってる時見てもらうと。相手にスカイがあるとき、俺相手のスカイ、その絶対に壁で避けるの。エイムじゃなくて。壁で避けてからピークするみたいな。で、フラッシュならないと相手ってピークしてくる、すごい。あ、相手いないんだってなってピークしてくるの。そういうところをめっちゃ狙える。で、フラッシュの対策をします。で、まずまず離婚を投げてくるっていうのが分かってるから、まず離婚、どんな状況でも、どんな状況でもまず離婚、置かない、離婚壊す、あとフラッシュ対策に相手の構成見てラッシュだったりこっちが何できるかを考える。でその中考えた中で相手を潰しに行くのよ。この4つ、はい、覚えておいてください。まあ、それできればマジで絶対にモタできる。エイムマジでいいから、エイムマジでいいから絶対にモタできます。保証するわ、俺が。上がってください。はい、ナイスです。付箋貼るといいよ、付箋。付箋をディスプレイに貼っとくといい。すぐ見えるところ。で、見る意識をつける。って感じかな。